知ってますか。田辺正行さんは今年70歳、歌が大好きでカラオケに行くと若い者に負けず次々に昔の歌謡曲を歌う愉快なおじいちゃんです。田辺さんはまた日本脳性麻痺協会広島大島の会の会長、障害者生活支援センターテゴースの代表を務め、今でも障害者運動の先頭で活躍する現役バリバリの活動家でもあります。そんな田辺さんの70年間の歩みを映像とインタビューで振り返ってみましょう。Can you hear the voices singing there above the horizon in the west? Have you ever heard this song before? Sounds like there is another world. Can you hear the voices singing there beyond the edge of memories? I heard this song before. 田辺正行さんは1928年、辰年の11月25日。広島市東関音町で生まれました。僕の生い立ち、暗い、狭い、しかし温かであった母体よりこの明るい、広い、そして冷たい世界に一足飛びに飛び出たのは昭和3年11月25日午後11時半、片割れ月が大空に清く澄み切っていた静かな晩であった。当時29歳で地元の金融機関に勤めていたお父さんの正蔵さんは長男誕生の様子を写真アルバムの最初にこのように記しています。田辺さんは早産で生まれた 2000g 余りしかない小さな赤ちゃんでした。お母さんの孝子さんは21歳、次第に手足の硬直などが現れ始めた田辺さんを連れて病院のほか、信心深いおばあちゃんの影響もあり、祈祷師のところなどにも行ったそうです。当時、脳性麻痺という障害はまだあまり知られていませんでした。2歳頃の田辺さんです。これは3歳、これも同じ頃、この年妹さんが誕生。田辺さんはまだ歩けないままお兄ちゃんになりました。6歳になってようやく首が座り、自分で座っていられるようになった田辺さんですが、やはり立って歩くことはできませんでした。ご両親はなんとか小学校に行くまでには歩けるようにと家の中に手すりをつけ、懸命に歩く練習をさせたそうです。学校、小学校のこととかいうのはやっぱりかなり意識してました。当時学校行くとか行かないとか、もう学校で2年ぐらい前から、おくらなんかができるのに、3年が学校に上がる別なんだけど、それまでに歩くようになるんだって言ったんだ。しかし結局田辺さんは歩けるようにならず、小学校にも就学免除で入れませんでした。その後も家での歩行訓練は続きますが、9歳の頃、突然お父さんが、もう歩く稽古はせんでもええ、魔行の行きたいところにはわしが連れて行ってやる、と手すりを取り外してしまいます。田辺さんは子供心にも随分解放された気分だったそうです。僕もまだそう、時間に出るんで、おやじが来て、出てかかったら、かかるとき、いろいろ、どっかって言ってたから、バンって言ったけど、言うたりするし。
わいみんなわいずによく作ってくれるやつ。しかも近所の子供引き連れて一緒に連れて軍歌を歌って。これはお父さんが自動車のようなのを作っちゃると張り切って自分で設計して作らせた遠隔操作式の三輪馬車です。ただしお母さんには少々扱いにくかったそうです。こうして学校へ行けなくても兄弟や近所の子たちに引け目を感じないようにというご両親の努力の中で田辺さんはのびのびと育っていきます。とはいえ学力の面でも他の子に負けないようにというご両親の教育熱心さも相当のものだったそうで、なかなか厳しかったようです。毎日お返事は感じが全然行く前の音に何ページか経験して、いろんな文字を書いて、でそれをこうこれだけの情報を自分でちゃんと書くようになって親に行けんとか。その辺だけお父さん自分で考えられて、うん、それはね、やっぱりの学校の教科書を全部ここにつけておって、そんなメモリーのことを見てね、はい、算術が嫌だったね。算術が嫌だった。お子供もそれにはお母さんに寝てね。教育パパと教育ママだったんですね。いや、国語と、いわゆる国語と算術、図画とか、図画とか全部、全教科ですか。すごいなぁ。で、4年生からは理科学校があって、5年からは地理学校があって、あの、修身とか今あれもあれがあった。それもやっぱり教科書を読まされて、うん、ずっと、うん、だ。それにまつわる話をお父さんがするんですか。ひょっとして親父はあまりそんな初心のようなことはあまりできないんじゃなかった。ああ、お父さんが熱心だ。お母さんの方が終身とか熱心だった。しかし時代は戦時色一色に染まっていきます。田辺さんの写真も10歳の頃撮ったこの1枚を最後に戦後まで途絶えてしまいます。そして11歳の時にお父さんが病死、外出する機会も減り、思春期を迎えた田辺さんは障害者である自分を次第に意識し始めます。いや、だから自分もやっぱりも、それこそ普通のお体だったら戦争に行ってお国のために役に立てるのにとかっていう話はあるじゃないですか。でなんか そういうふうにはあんまり思わなかったですか。うん、まあだけどもお金、ね、うん、家で生活に苦労してるのにね、うん、ずっとね、うん、働きに行けなかったか、ね、ああ、そのお金も受けんできないと。あ、戦争に行くじゃいかんじゃとか言うよりも、うん、お金を儲けれないということが辛かった、うんうん、そういう仕事に行けないということが辛かった、ね、あ。そして田辺さんが兵役免除になった16歳の8月6日、その時田辺さんは2度目の転居先である船寄川口町の家の縁側で新聞を読んでいました。ラジオの防空警報ブザーに新聞から目を上げた瞬間、黄金色の光と煙の塊が見えると同時に天井が落ちてきたそうです。爆心地からわずか 1.8 キロ、家はめちゃめちゃに壊れてしまいましたが、田辺さん一家は怪我は負ったものの全員奇跡的に助かったのでした。まあ、お前これが戦争なんだというのは本当にみんとって言ってるかね。まあ、まだ自分なんかね、よく
爆撃の写真、場面の写真とかいうのを見ておったけど、実際に、自分の家の周りでもう別な、つらい、手を上げて、家が、燃えてくる。どれが真っ暗になって、電流が浮かんだってきて、まあ、なんかあるうち、おふくろが泣きにならなかった、大きな、大きなというか、そんな感じだったやばいかな。まあ、運が良かったと言えば運が良かったですね。本当に。よく愛人じゃなかったと思うよ。敗戦後の混乱の中で、田辺さん一家の苦闘が始まります。お母さんは団子やふかし芋を売ったり、菓子本屋を出したり、家財を売り払って家計を支えたそうです。田辺さんも菓子本屋の店番を引き受けました。そして1948年秋、お母さんが芸備銀行に就職。以後、お母さんの定年退職までの15年間、田辺さんは自宅での留守番暮らしを余儀なくされます。だからなかなかで僕は自分なりのできることを見つけていたと思うんですがね、そういう格好になったりそういう格好になったりね、よくなってきちゃったんだけど、そんな中でなんとかそれが自分なりなんか思って最初の通信提供を受け入れになったんで、これがその頃田辺さんが残した作品の数々です。日記、児童文学、通信教育で学んだという挿絵、しかし、何と言っても田辺さんの才能が最も発揮されたのは、歌謡曲の歌詞を作る歌謡詩。新歌謡会という同人誌に参加しての作品作りでしたが、その主催者で直接指導に当たっていたのは、矢切の私など多くのヒット曲の作詞者として知られる大竹市出身の石本美幸さんでした。田辺さんの作品のいくつかには曲が付けられ、ラジオで放送されましたが、こんなこともありました。死体不自由児施設、若草園の開園を新聞で知った田辺さんが、園児を励ます詩を送ったところ、それがそのまま園の歌になったのです。送ったらね、やはりこう、若草園の作品の、なんか感銘を読んだらしくて、それを、ずっと住むじゃ、しない感じで、こんな歌が、何しんで、20年間、どっちか、で書いたときに、まあ、先人から、おっこくらでしたと言った、それを、ね、それね、このまま君の中に紹介されたんです。それを読んだエリザベート本題の先生教授で撮った山本久志さんという人が来る新聞社に電話したので、一番だけね、死んだけど、人間のままの死を、あとだ、紹介してくれ、って言うて、で、取り寄せて、
曲を作ってたんで、で曲も歌でも忘れてるみたい送った、うん、送ったともかく戦後の混乱期から高度経済成長の上り坂に差し掛かるまでのこの時期、田辺さんは外出もままならない留守番生活の中でひたすら自分と向き合い、自らを鍛える中でさまざまな楽しみを見つけていったのでした。そんな田辺さんに1959年30歳の時、大きな転機が訪れます。脳性麻痺者のグループ光の会の結成です。長いからね、うん、就職の厚生学園に、うん、ね、職員の、まあ、土台を作っていた、そういうふうに、まあ、仏壇に、自分に引っ越してきた、なんじゃないの、と、あんた逃げ出さないでってきた、うん、柴田さん。柴田さん。柴田さんで言ったよね。うん。自分に、障害者、ね、友達になる人も、若いやつで、市役所なんかに入れていた。うん。どこにも見たんだね。うん。まあ、とてもあわせの数で、忙しくなったできて、長いもん、友人の会というのができたんだけど。友しびの会。はい。うん。それそのように、もう何かね、会を作ろうと思うんだけど、一緒に。やりませんかい。それで、そんなの含めてやることになったら、それで、一回願いを作る反面になったんですよね。今の田辺さんのお話にあったように、光の会は東京にできた青い芝の会や名古屋の友しみの会に刺激されて結成された脳性麻痺者同士の親睦交流団体としてスタートしました。田辺さんは当初事務局長に就任、3年目からは会長となりました。長い留守番生活の中で培ってきた田辺さんの才能がここで大きく生かされます。後に田辺さんの自立に大きな役割を果たす木村ひろ子さんや作詞作曲家コンビを組むことになる水戸頼夫さんなど多くの仲間と出会い、田辺さんは水を得た魚のように生き盛んでした。核実験反対の座り込みにも参加、あちこちの障害者施設にも視察に出かけ、田辺さんの社会経験は広がるばかりでした。しかし1963年の2月にお母さんが病気で亡くなり、その9ヶ月後には弟さんが同居のまま結婚。会の活動で県内外を飛び回り、仲間の輪を広げ、楽しく語らう田辺さんも、家の中では崖っぷちに追い詰められた気分だったといいます。どんな曲が、僕は、よく言ったらいいかな思うようにしたんですね。それは、それで結婚して、一年くんになったら、あれじゃないですか、僕は僕で、夫婦でかっての、いかねるもんか、いうことなんか、全く僕は意識して、いか、そんなことなかったか。そして、ついに田辺さんは1965年、病院に入院するという作戦で家を出、8月、まだ自立して3ヶ月足らずだった光の会の仲間、
木村博子さんの住む山口県周東町の町営住宅に居候するという形で自立生活のスタートを切りました。自分が一時間ぐらい経って、で自分だった、自分だった、自分だったコンビニやだったね、おいしい、うん、おかずとかに、おかずとかにもね、おかずが自分でやらないで、うんうんうん、それでいろいろ自分で工夫をして料理をするようになって、うん、その時は、その時ね、僕のこういう心配ぶりが多いんだけどね。肉親との圧力から解き放たれた田辺さんは、自立生活を通じて地域の人たちとの関係を着実に築いていく一方、ますます障害者運動にのめり込んでいきます。この頃の写真からは、若き日の田辺さんのみなぎるようなエネルギーが伝わってきます。1966年10月には、なんと14時間もかけて東京までの一人旅を決行。当事者の立場から住みやすい施設づくりを考えるために、東京の施設を見学するのが目的でしたが、この田辺さんの行動は新聞にも大きく取り上げられました。ちなみに、この朝日新聞の記事は脳性麻痺の妹を持ち、後に優れたルポを数多く発表した本田勝一記者が書いたのだそうです。この頃の田辺さん、40歳を前にまさしくパワー全開でした。その田辺さんに恋人ができます。桃本久子さん、障害者交流グループ真心の会の会合で知り合い、田辺さんが口説き落として4ヶ月間の同居生活、そして1970年4月に結婚。障害者同士の結婚に親戚たちは不安があったそうですが、一足先に結婚していた木村博子さんはじめ、多くの仲間に祝福されての晴れがましいスタートでした。新婚生活は何人かの介護者、田舎の豊かな自然や素朴な人情、そして何より久子さんの万事に前向きな人柄に支えられて充実していました。赤ちゃんもできました。最初の妊娠では流産してしまいましたが、2回目はなんとか出産までこぎつけました。ところが極小未熟児の赤ちゃんは生後たった7時間でその命を閉じてしまったのです。出産の時に見つかった子宮のポリープの手術のため、久子さんが子供を産めなくなったこともあって、田辺さんは自分の子供を持つことをもう諦めざるを得ませんでした。それから約2年後の1977年4月、田辺さんはこの人との運命的な出会いを迎えます。松本隆信さん、関西から広島に青い島の会を組織しにやってきた当時24歳、筋骨隆々のこの脳性麻痺の青年が、はるばる周東町の田辺さん宅を訪ねてきたのです。最初の印象どうでした、松本さん。なかなか動かなくできるつつましくて遠慮深くて、すごい好感が持てた。うん、まあね、なんか私がわかるじゃないですか、入れたときに、すごく僕が例えば普通に挨拶になる、なんか、いっぺんに松本さんに惚れ込んだ田辺さんは、その後松本さんに連れられてあちこち出かけるようになります。
時代はまさに養護学校義務化前夜、全国各地の障害者の怒りが大きなうねりを作り出していた頃でした。田辺さんはそれまで自分たちがやっていた障害者運動とは一味も二味も違う、そうした運動の刺激を受け、自らもその一員として加わっていったのです。そして1978年10月、田辺さんは広島市東区の市営住宅に転居。この田辺さんの住まいは、その後何人もの障害者の自立生活体験の場になりました。施設から出て広島で自立生活に入る仲間も徐々に増え、忙しいながらも楽しい日々でした。そんな中、10年間連れ添った妻の久子さんが病に倒れ入院。1980年3月5日、帰らぬ人となりました。胸椎カリエスの後遺症で、もともと弱かった肺機能の衰えによるもので、田辺さんは都会の空気に耐えられなかったのではないかと、今でも考えているそうです。一人身になった田辺さんは、当時運動の進め方をめぐって全国青い島の会執行部と対立していた松本さんに代わり、精力的に全国規模の行動に参加していきました。ちょうど所得保障の問題が焦点となっていた頃でした。久子さんがいなくなった暮らしの寂しさも、若い学生たちとの語らいや、さまざまな趣味や娯楽、そして仲間と共に取り組む活動の中で次第に和らいでいきました。しかし、今度は田辺さんの体に異変が起こります。脳性麻痺に特有の二次障害、頚椎ヘルニアで1983年入院。大手術を経て、以後約2年半にわたる病院生活を余儀なくされたのです。田辺さんは、自分はこのまま死ぬのかもしれないと思い、この時期写真を撮るのを避けていました。これが入院中に撮られた唯一の写真です。1986年7月に退院した田辺さんは、その翌月の大交流サマーキャンプで見事に活動に復帰。鉛のように重くなった体の感覚は元に戻りませんでしたが、みんなの前に元気な姿を見せてくれました。その年発足した目指す会、地域で共に学び合う教育を目指す連絡協議会のレクレーションにもほぼ毎回参加。翌年、初めて東西に分かれて開催したサマーキャンプでは、子供たちとまるで孫とおじいちゃんのようにはしゃぐ田辺さんの姿が印象的でした。1988年、60歳を迎えるにあたって、田辺さんは辰年生まれの自分を辰の落とし子になぞらえた、ある辰の落とし子の木と題する自伝エッセイを執筆開始。目指す会の機関誌カッパの編に翌年9月まで14回にわたって掲載されました。そしてこれが還暦祝いの席での田辺さん。若い者に引けを取らない、いやそれ以上の行動力を失わず、そして仲間への気遣いと笑顔を絶やさず、そこにいてくれるだけで私たちを安心させてくれる、みんなのお父ちゃん、おじいちゃんとしての田辺さんの存在はますます大きくなっていきました。1990年、広島青い芝の会の仲間に相次いで子供が生まれ、本当の孫ができた気分の田辺さん。以前にも増して会長としての自らの責任の重さをかみしめ、率先して事務所の移転問題などに取り組んでおられたその姿には、ただただ尊敬あるのみでした。93年1月には、雪深い秋田での日競争全国教育研究集会に参加。そしてその年の4月、長年住み慣れた住宅の取り壊しのため近くに新築された市営住宅に転居。ここが今も田辺さんの住まいになっています。そうそう、この人のことに触れないわけにはいきません。
ここでは仮に K さんということにしておきますが、田辺さんが入院していた時に雇っていた付き添いおばさんです。田辺さんの退院後ものこのこついてきて居座り、再三の退去要求も交わし続け、結局95年の年末まで9年余りも田辺さん家に居候してました。田辺さんにとっては忘れたくても忘れられない人です。まあ、いろいろありましたが、身軽になった田辺さん、ホッとされたせいか、ちょっと老けちゃったかなと感じたのがこの頃。それはまたちょうど田辺さんだけでなく、広島で自立生活をしている障害者の深刻な介護者不足の問題をどうするのかをみんなで考え始めた時期でもありました。96年から97年にかけての年末年始には沖縄へ。かつて田辺さんを自立生活に踏み切らせた大恩人木村博子さんが経営する土の宿に泊まり、再会を果たしました。最近前より耳がだいぶ遠くなったけれど、みんなの輪の中にいる田辺さんは本当に頼りになる存在です。田辺さん、まだまだよろしく頼みますよ。そうそう、実は田辺さん、去年からパソコンを始めたんです。今ではインターネットで大好きな路面電車や障害者運動関連のホームページを覗くのが大きな楽しみとなっています。うん、田辺さんはやっぱり若い。ぼちぼち隠居して自分の好きなことをしたいとか言って、そういうふうには思ってないですか。自分で隠居したい夢くんで、まあ、ないなぜにもないもんやなと、まあ、生きてるうちは自分がやりたいんだ。だから生産もできないんだと思うんだけど、でもね、できたくないことやったいですね。まあそんな中でやっぱり自分は趣味ですか、どんなのを生かして何か作りたし、そういうことも ありますね。やっぱり生涯現役で。うまいですよね。だよね。今に出たピュアンタリー、出たピュアンタリーだから、やっぱり、出人だからやっぱり、それ、と行こうと。僕の家族で、だから何かでも、自分の、これからね、いろんなものの中に、プラスするので、自分の中、あれをまあ、おいに取り入れていって、おいに僕の子供もない、ないからね、自分のことを子供に伝えることはできないけど、どこかに抱えて、何だかって、何か、僕なんかに抱えただけだと、何かあれば、何だか、痛って、
や、もう大変。まあ、生きられるだけ生きればいい。今度は喜寿の祝いをしましょう。あのごめんね、この生きる置いたいけど、どうなるかね。行きましょう。もう元気でしたよ。おっと、田辺さんといえばこの話を忘れてはいけません。1973年に制定された県立広島養護学校の校歌は田辺さんの作詞によるもの。作曲は光の会の仲間、水戸頼夫さん。学校が歌詞の冒頭にある東区の双葉山のそばから浅北区へ移転して十数年が経った今でもそのまま歌われています。しかし、何と言っても田辺さん作詞の歌といえばこれ。唯一大歌手春日八郎の歌でレコード化され発売されたやっこだこだよです。この歌も同人誌での創作の中から生まれたものですが、光の会の仲間や春日八郎講演会などの関係者の努力で1972年にキングレコードからの発売が実現したのです。作曲は広島在住の神保茂樹さん。大交流サマーキャンプではこの歌に振り付けをつけみんなで踊ったこともあります。ではこの曲を聴きながら、最後はこれも田辺さんがこよなく愛する電車や汽車と写った写真の数々でこのビデオを締めくくることにしましょう。やっこだこだよ、おいらはほい、糸に一筋命をかけて、飛べばしがないおもちゃだけれど、風に乗せてる胸にはせめて夢もぽっちり、ほいほい抱いてるぜ。やっこだこだよ、おいらはほい、歌うこの歌うなりを聞きな、操られてる定めだけれど、歌はでかいぞ、雲まで響く、とんじ娘も、ほいほい聞いてるぜ。
脳死の問題、臓器移植の問題、
海外遊説のもんで、でもあいつらが反対してきた。この頑張っやられてきてる。まあでさっきも森屋さんが上原家は72で子供を作ったの。せやけども、田辺さんは Bye.
マイクが一番から間に合いませんね、田辺さん、すみませんでした、3番からでした。はい、最後にじゃあ、踊りを皆さんでしていただいて、盛り上がったところで、最後になりますが、今日の主役の。どうも、皆さん、今日は僕のことで女に出ないなお湯を置いていただいて、どうもありがとうございます。いいえ、どうぞ。まあね、僕も女にどうまいか70年という作業を作ったわけなんですけども、まだ途中は70年だったんですが、気持ちの上ではまた子供の時か別にこんなに作るようなないでも、やっぱり感じの方がやっぱりこういうこう全然いいですよ、分かるんで、まあじゃあもう皆さんには皆さんにずっと大丈夫です、助けられて、手を貸してられて、まあ、これからもできるだけのことは、みんなで一緒に稼いで、一緒に、今日はどうもありがとうございました。